ルイシャム列車衝突事故とは、1957年12月4日の午後6時20分頃に、ロンドンのルイシャムバイパス線で発生した鉄道事故である。ノームの中、橋の下で、ヘズ行駅電車が、信号停車しているところへ、後続のラムズゲート行き蒸気機,機関車列車が追突,突、衝突により橋が崩壊し、蒸気機,機関車列車に落下した。 90人が死亡し109人が入院した。橋を撤去しなければならず、橋の下の線路が再開されるまでに1週間以上、要し、橋が再建され列車が通行できるようになるまでにもう1ヶ月要した。2回の裁判の後、ラムズゲート行き列車の運転士は、枯殺罪について無罪となった。運輸省の報告書は2つの注意信号を通過しても、彼は減速せず、 停止信号で停車できなかったことを発見し、自動列車警報装置が衝突を防止していただろうと結論した。1957年12月4日の夕方、ロンドンにはノームが立ち込めており、列車が遅れていた。午後5時18分のチャリングクロス発イズ駅電車は、停止信号により、ルイシャムバイパス線のパークスブリッジジャンクションで停車していた。により、ダイヤが乱れており、 パークスブリッジジャンクションの信号庫機では列車の身元や行き先を確認するために運転手と信号機の電話で話すことを望んでいた。午後6時20分ごろ、同列車は約30マイル毎時で走行中のキャノンストリート発ラムズゲート行き列車に追突された。衝突により、淡水車と 戦闘客車が脱線し橋客を破壊したことで、橋が落下し、客車2両を押し潰した。2分後、橋を通過する予定の列車が寸前で停車したものの、戦闘客車は停車した。90人が死亡し、多数の人々が病院へ搬送され、そのうち109人が入院した。最初の緊急対応は、医者や看護師が支援する、消防隊や救急車、 警察により午後6時25分に行われた。また、旧政軍や英国婦人ボランティア協会、セントジョン救急隊、現地住民が支援を承認した。午後10時30分までには負傷者全員が病院へ搬送された。橋の下を通る全4線と橋上の2線が閉鎖された。橋のすぐ北にあるセントジョーンズ駅でノースケント線が分岐するが、 これにより救助作業中この路線を閉鎖し、走行電流を遮断しなければならなかった。翌朝の午前6時10分に緊急時刻表による運行が開始され、事故を免れたルイシャムを通過する各駅停車と本線の列車は、ロンドンのもう一方の終点であるビクトリアへ行き先変更された。12月9日の午後4時には、列車や落下した橋が解体、撤去された。 その後線路は再付設しなければならず、橋の下の線路は12月12日の午前5時に再開した。仮設橋が建設され、上方の線路は1月13日の午前6時に再開した。市院審問の陪審は、市は重化室によると宣言したが、検視官はその氷結を知りけ事故死の一つを代用した。その後、ラムズゲート行き列車の運転士は、 古殺罪に問われたが、陪審は氷決に達することができなかった。彼は2回目の裁判で無罪となった。事故で支援した人々の一人のチャドウィック氏は、イギリス鉄道委員会を彼が経験した神経性ショックで訴えた。その事例、チャドウィック対イギリス鉄道委員会は、ホワイトタイサウスヨークシャー警察本部長1999年 C455 により、本質的に破棄された。 この衝突事故についての運輸省の報告書が1958年に発行された。目撃者にインタビューをしたり、事故が起きた路線の信号機の指定を調査したり、様々なテストを行ったりした結果、信号装置に異常はなかったことが示された。その報告書では運転士は2つの注意信号で減速せず、 カフが運転士に停止信号であると叫んで、初めてブレーキをかけたということが分かった。運転席から信号機がよく見えなかったにもかかわらず、彼は信号機の確認をクロスオーバーしたりカフに信号機の確認を頼んだりしなかった。報告書は警告タイプの自動列車制御装置が衝突事故を予防していただろうと結論した。 1952年のハーローウィルドストーン、鉄道事故以降導入が合意されていたにもかかわらず、優先権は腕機式信号機により制御されていた本線に与えられていた。蒸気機関車から信号機がよく見えないことも言及され、より広い風防ガラスが装着されるべきであるという勧告が出された。崩壊した橋は、ミリタリーとレスリングの仮設構造物と置き換えられ、 現在も使用されている。類社無益にあるプラークは事故を記念している。ABCDE ラングレー 1958P1 ラングレー 1958P10AB ラングレー 1958P2 ネグレジェンスシーンインレルデスズコリナーボックスグローブメール P2 キラッカー等々 P4 から036ラングレー1958ピアニッシモ 19、21から22、ラングレー1958、ピアニッシモ、2223、ラングレー1958、ピアニッシモ、2324、ラングレー1958、セカンドダイアグラムアットエンドオブレポート、ラングレー1958、P25。ありがとうございます。